こんにちは。パナソニックエンゼルス OG の安留ゆかりです。2017年に選手を引退後、今はパナソニックコネクトの総務として働いています。本日は選手用のウェアを着ています。今日は11月26日に行われるクイーンズ駅伝に向けて、その見どころとパナソニックエンゼルスの紹介をしたいと思います。私が所属していたパナソニック女子陸上競技部、通称パナソニックエンジェルスは11名の選手が所属しており、オフィシャルパートナーのパナソニック株式会社をはじめ、パナソニックコネクト株式会社、パナソニックオートモーティブシステムズ株式会社、そして株式会社ニューバランスジャパン様がゴールドパートナーとなっています。1987年の創部以来、パナソニックの経営理念である「物を作る前に人を作る」の精神のもと、横浜を拠点に活動しています。クイーンズ駅伝をご紹介します。クイーンズ駅伝とは、女子実業団の日本一を決める駅伝大会です。宮城県の日本三景の松島をスタートし、仙台陸上競技場をゴールとする42.195キロを6区に分け、たすきをつなぎます。前回大会の上位8チームと、今年の予選会を突破した17チームの計25チームが出場し、優勝を争います。陸上競技は個人種目と捉えられることが多いと思いますが、駅伝というのは唯一チームで共通の目標に向かっていけるところが面白さだと思っています。パナソニックエンジェルスでは、一昨年の悔しい思いをバネにして、昨年は2年ぶりに7位でシード権を獲得しました。今年はさらに一歩でも前に進めという思いを込め、スローガンをムーブ・オン・エンゼルスとしました。続いて各区の見どころを紹介します。まずは流れを作る1区。1区は駅伝レース全体の流れを作る大変重要な区間で、距離は7.0キロです。3キロ手前から始まるアップダウンと、例年5キロ過ぎから始まるペースアップが見どころです。今年はどのチームが抜け出すのか、接戦になるのか注目です。続いて下り基調の2区です。2区は距離は4.2キロで、下り基調なコースのため、スピードが求められる区間です。短い区間だからこそ、初めから足を使ってしまいがちですが、最後までしっかりと動かせるかが勝負の鍵を握ると思います。続いて一番長い距離を走る3区です。3区は10.6キロと、各区間の中で一番長い距離を走ります。コースはほとんど直線で見通しが良いため、前を追うのは有利ですが、後ろから追われることを考えながら走らなくてはなりません。各チームのエース選手が集まることが多く、招集場ではテレビカメラがたくさんいます。続いてスピード区間の4区です。4区は外国人選手が唯一走ることができるインターナショナル区間です。3.6キロと短い区間だからこそ、スピードが求められます。基本は平坦ですが、ラストで橋を登り、その後は中継所まで下りとなります。一番きついところで坂になるので、耐える力が必要だなと感じました。続いてアップダウンが多い5区です。5区は10.0キロと距離が長く、またアップダウンやカーブが多いので難しい区間です。ここで勝負が決まると言われることもあり、見逃せない区間です。最終区間、6区ですね。6区は6.795キロの下りとカーブが多いコースです。シード権を獲得できるクイーンズ8入りをかけた熾烈な戦いが繰り広げられます。ちなみに私は2011年と12年に2区を、そして2013年にはインターナショナル区間の4区を走りました。はい、以上がパナソニックエンジェルスとクイーンズ駅伝の紹介でした。11月26日日曜日、お昼の11時50分から TBS 系列で生中継されます。ぜひ現地の応援だけでなく、テレビの皆さんも一緒に応援しましょう。選手にとって皆さんの応援がとても力になります。ありがとうございました。